今日のテーマはですね、これは政治家と副市長のですね、まあ、武器でもありますけれども、その喉の毛というふうなことについてお話を伺いたいと思います。はい、幸吉さんがやられている喉のケアというのをぜひ教えてください。そうですね。まずはじめに私の場合はですね、喉が乾燥しないように常に心がけています。なるほど。はい、やっぱ乾燥が良くないってことなんですかね。そうですね。乾燥するといっぺんに痛みますのでね。プロでも乾燥しちゃうと喉もたまんじゃないですかね。なるほどですね。じゃあ、まあ、選挙の前とかにこうお酒いっぱい飲んでしまってちょっと喉が焼けてしまうとか、はい、カラオケでちょっと気持ちよくなって歌いすぎてしまって喉がガラガラみたいになってしまうというふうな部分だと、まあ、ちょっとウグイスは失格かなというふうなことになるんですかね。まあ、自己管理も仕事のうちという言葉がありますので。はい、わかりました。はい、はい、すいません、話がそれましたけれども、はい、まあ、喉のケアというふうな部分で教えてください。はい、はい、私の場合はですね、歯と歯茎の間に飴なんかを入れておいて、入れておく、まあ、小さいものの方がいいんですけれども、うんうん、唾液がちょっとずつちょっとずつ口の中に行くようにして喋っています。なるほど。まあ、例えばのど飴とかミントのタブレットみたいなものとか、はい、ちっちゃいものですね、うんうん、それを歯と歯茎の間、歯と歯茎のこの間ですね、こう刺すってことなんですね。はい、いやー、なんかウグイス嬢さんもなんか華麗でいらっしゃると思いながらもいろいろな工夫をされてるんです。そうですね、そこで飲み物をたくさん飲んじゃうとですね、お手洗いにすぐに行きたくなっちゃうんですよね。はい、確かにね。はい、なんでガバンは飲まないためにそういう飴を入れて工夫をしたりしていますね。うんうん、飴を入れることによってこう唾液が出て喉のその湿度が保たれるということですね。飲まなくて済むんですよね。ああ、しかも水分も取らなくていいと。うん、はい、なるほど。なんですよ。これは選挙の車の中でやることなんですかね。そうですね、選挙カーの中でやることですね。なるほどですね。あの、選挙カーが走ると風が吹き込んできますので、ずっと一日中風を受けている状態が続きます。はあ、確かにドアとか開けますもんね、窓とかね。そうですね、はい、その状況の中で、まあ、口を開けて喋るわけですから風が吹き込んでくるわけですよね、当然。はい、なるほど。喉のケアといってマスクをするわけにもいきませんし、いかないですね。なかなか、うんうん、そういった部分ではそういうなんか見えない工夫というのはされてるんですね。そうですね。はい、まあ、あと喉飴を舐めたり、うん、あと、まあ、喉用のお薬を、うん、スプレーみたいなやつですね。はい、はい、休憩時間にはそのお手洗いなんかできっちりとうがいをされると。なるほどですね。うん、やっぱ喉はもう本当に大事に商品として、やっぱケアをするんですね。そうですね。あと喉周りを温めておくっていうことが大事なんですね。はは、なのでなんて言うんでしょうか、このネックウォーマー、はあはあ、ネックウォーマー的なものをずっとつけられててもいいですし、はあ、なるほど。スカーフなんか巻いてらっしゃる方もいらっしゃいますし、うんうんうん、まあ、腰痛と同じで喉も冷えに弱いので、うんうんうん、はい、冷やさないように乾燥しないようにするということですね。なるほど。まあ、喉のケアというとやっぱりこう冷えと乾燥というものに気をつける必要があるということですね。そうですね。なるほど。まあ、選挙中なんかもそうですけども、うん、まあ、ウイス嬢の方なんかは結構まあ泊まり込みでホテルなんかもね、うんうん、使われてそのずっとそこの事務所に通うっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけども、そうですね、ホテルって本当に乾燥してるんですよ、うんうんうん、なので、まあ、ホテルには最近加湿器がちゃんとありますから、うんうん、そういったものをもうつけっぱなしにしていただくか、もしくはコップに水入れて床にちょっとだけ撒いちゃう。ああ、なるほど。保湿度をちゃんとある状態にするとか、ね、そうですね。あとはお風呂場にお湯をちょっと浅く溜めて、うん、ドアを開けっぱなしにするとかですね、うんうんうん、はい、やっぱり主には乾燥対策ということですかね。乾燥しちゃダメですね、うんうん、乾燥したお部屋で寝ると朝になったらガラガラになってますよ。そうですね、ただでさえ日中喉を痛めてるのにそれだと大変ですね。そうですね。なるほど。ちょっとした工夫で翌日から随分変わってきますので、うんうん、はい、工夫されてください。わかります。ホテルに帰られたら鼻うがい、あ、ぬるま湯を鼻からこうずずっと吸い込まれてもいいですし、私の場合はシャワーなんかでガーッてみたいなことになりますね。なるほど。まあケアですからね。そうですね、はい、ですね、ありがとうございます。そんな恥ずかしいことも、いやいや、とんでもないです。はい、あとは何かこう、なんかその喉にその食べ物とか、はい、そういったものとかで気をつけられたりとかするんですか。食べ物ですか。はい、食べ物、飲み物でもいいですけど、ね、
そうですね、あの喉に優しいハーブティーとか、あーそういうのもあるんですね。はい、いろいろ喉にいい食材を取るっていうことも大事ですよね。それだと例えば生姜とかそういったものも取ったりする。そうですね、はい、生姜漬けだったり、あのいろんなものを地元の方が作ってくださるなるほどですね、まあ、そうやって喉をいたわってやっていくというふうなことですね。こまめにケアするっていうことが非常に大事ですね。後でいいだろうじゃなくて、まあ、その時々にパッと来た瞬間にもうケアをしとく。なるほど。もっと言ってしまうと、もうまだ何もない状態でもそれはやるっていうふうなことが選挙中なんかは重要なんですかね。はい、なるほど、わかりました。まあでもとは言ってもですね、やっぱりこう厳しい選挙戦や、まあ、ホテルの環境なんかを考えると喉やっぱやっちゃうかな、潰しちゃうかなっていう時あると思うんですよ、はい、そういう時ってどうしたらいいんですかね。もうあとはあの声を出すのは全身運動なので、マッサージですね。マッサージ、はい、なるほど。この首周りの筋とか筋肉をあのほぐして、よく本当によくほぐして、大体そういう場合はカッチカチになってるんです。なのでこうキーってやった時に出るこの筋があるんですけど、はいはい、この筋を優しく引っ張ってほぐすんですよね。なるほど。この周りをほぐされるとあの翌日からもお持ちになりますよ。あ、そうなんですね。はい、あのマッサージチェーンなんかがあればそういうのにお風呂上がりなんかにホテルで座っていただいてもいいですし、全身運動なので、まあ、とにかくほぐすことですね。なるほど。特に首周りということですね。わ、はいはい、かりました。あとは何かこう、でもこう声が出ませんって言っても選挙はまあ終われないわけで、はい、こう車には乗らなきゃいけないと思うんですけども、はい、やっぱりこう声が出ないなりに何かこうウグイス嬢がやらなきゃいけないみたいなケースも、まあ、あってはいけないと思うんですけども。そうですね、まあ、あの声が枯れちゃうっていう時点でちょっと出し方自体が違うんですね。なるほど、はい、発声 の、 そのメカニズムが体がちょっと違うということですか。そうですね、無理な出し方をしているから声が枯れてしまうのであって、その無理な出し方をしている声がもしそうではなくて、プロの出し方というのは有権者の皆様がお聞きになられても気持ちのいい声なんです、うんうんうん、その時点でちょっと違うかもしれないですね。なるほど。じゃあそもそもの発声の仕方が間違っていて自分が喉を痛めてしまっているケースがあるので、はい、まあ、ちょっと良くなったとしてもまた同じことをずっと繰り返してしまうということになってしまうということですかね。そうですね。なるほどですね。ゆきゅうさんなんかはそういったものをなんかレッスンとかでよくその発声なんかもやってると思うんですけども、はい、まあ、そういった部分も結構こうあのウイスの皆さんとかもやっぱ通われたりするんですか。そうですね、体は楽器なので、その方の骨格の体型なんかにあの応じた声の出し方というものがありますので、うんうん、無理なくご本人の気分よく出していただくということをレクチャーしております。なるほど。まあ、でもなんかこうウグイス嬢さんとかやっぱこう喋ることが仕事だとか喉なんか基本的には強い人たちばっかりなのかなと思ったんですけど、はい、いえいえそんなことないです。あ、はい、訓練次第であのどなたも美しい張りのある良い声が出るようになりますね。なるほどですね、はい、じゃあちょっとそこら辺の部分は、まあ、ゆきよしさんのレッスンに通っていただいてというようなことを、はい、マンツマンレッスンお越しください。よろしくお願いします、まあ、いうことはありますけれども、はい、まあ、でもそうやって潰してしまうとやっぱマイクボリュームとか、うん、そのマイクのこのあのそうですかね、なんかそういった部分でも工夫とかはあるんですか。マイクのですね、持ち方一つで全然疲れが違うんですよ。じゃあもうそもそも発声の前にマイクの持ち方でっていうところもあるっていうことなんですか。そうですね、あのいいご指摘をいただきまして、はい、マイクの持ち方一つで今日初めてウグイスをされるっていう方がもうセミプロなのっていうぐらいまでのいい声に聞こえるテクニックがあるんです。発声練習をしないで、発声練習をせずに、はい、それはまた次回っていうことですか。そうですね、そうですね、あ、分かりました。皆さん次回だそうですので、はい、じゃあそこはまたあのさせていただきまして、はい、まあ、今日は中心となるのは喉のケアというふうな部分でやっていることで、まああくまでも潰さないでください。潰した後の話というのはまたあのするかもしれませんけれども、まあ、あくまでも今日のテーマはそこだということですよね。はい、わ、はい、かりました。で、後半の話はまたあのしてくださると思いますので、そこはまたお楽しみにしてください。では、はい、はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。
はい。